白壁通り、国道210号沿いの町並み地区生吉井は、福岡県浮橋にある伝統的建造物群保存地区、白壁倉造りの町並みで知られる。1996年に吉井町地区生吉井伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。江戸時代に、久留米城の城下町と、 天領である北を結ぶ旧文庫街道沿いの宿場町として発展を始めた。1664年に大石水道と長野水道が改作され、吉井の周辺は一大国草地帯となる。その後も行われた水利事業によって、吉井にも南新川、わざわい除川、三鶴川といった用水が引き込まれ、筑後川中流への水運を得たことで、商品作物の集産地となった。 江戸時代末期からは、次第に酒、油、ハゼロー等の商品作物を加工する産業が集積されて、在協町として繁栄した。また、金融活動にも積極的に乗り出し、吉井銀とも称された。莫大な富を得た、吉井の商人たちは、明治2年の大化を契機にその視力を誇示するがごとく、いくらやと称される税を尽くした蔵作りの商家を立て、 最盛期の大正時代には、新町や恵比寿町に、この、イクラ屋が立ち並ぶようになった。昭和初期の戦時体制と終戦後の農地改革、等によって、経済活動は減衰し、地域経済の拠点性は低下した。産業構造、産業基盤の変化によりイクラ屋など大邸宅の町屋は減少していった。1984年頃より、官民一体となって、 在京町に現存する町屋の保存と集計が開始された。1996年に重要伝統的建造物群保存地区として選定され、現在に至る。鏡殿屋敷は1863年に建造された地区後吉井に江戸時代から現存する唯一の建物である。1893年に軍の感謝として一部が改装され、今日に至っている。 典型的な屋敷型のイクラ屋であり、敷地沿って巡らされた水路から敷地内に用水が引き込まれ、庭を確保するために建物は東西に短冊状に建てられている。玄関から建物まで直線的にアプローチできないこともイクラ屋の特徴の一つだが、鏡田屋敷は井戸や洗い場が玄関脇にある点がユニークである。吉井の伝統建築の様式は、 1>, 1階に切り妻面を2階にひさしを設けるところである。正面のファサードは、生コ壁や漆喰などの防火対策で固めたもの、漆喰部分を減らし開口部に格子をはめた開放的なもの、2階の柱に漆喰を塗らない新壁作りのものの3つのパターンがある。ありがとうございます。